西尾久志づくり10月31日昭和35年10月26日は、日本の陸軍軍人。陸軍大将制3位、軍移投降1級。初代品派県軍総司令官。現在の鳥取市恵光温泉3丁目に生まれた、鳥取県氏族、西尾重武の4男、兄、光太郎の養子。鳥取中学を卒業し、明治33年。 不評第40連隊に入る。明治35年11月、陸軍士官学校を卒業。翌年6月、不評少尉に任官。明治37年から同39年まで、日露戦争に出征し、佐賀海戦で戦勝を受けた。明治40年、陸軍大学校入学、同42年、不評隊位となる。明治43年11月、陸大を卒業した。 大正元年から同三年までドイツに留学。大正八年四月十五日、田中義和陸将秘書官兼陸軍省副官となり、大正十二年八月、不評大佐に昇進。大正十五年三月、教育総幹部第一課長に就任。昭和四年八月、陸軍省省に進級し、第三十九旅団長に就任。昭和五年、 陸軍兵器勝負を経て、同7年、参謀本部第4部長となり、同8年8月、陸軍中将に進んだ。昭和9年、関東軍参謀長兼特務部長に転出。昭和11年、参謀次長となる。昭和12年3月には、この石団長に親保され、同年8月に、日中戦争が始まると、第2軍司令官となった。 昭和13年4月、教育総監に就任。昭和14年8月、陸軍大将となり、新設された品派県軍総司令官権第13、軍司令官に就任。品派県軍は、これまでの中品派県軍と北品方面軍を統括する軍として編成され、中品派県軍は廃止された。昭和16年3月、軍事参議官となり、 昭和18年5月、予備役に編入された。昭和19年、東京都長官に就任。昭和20年12月、永久戦犯容疑者として連合国軍、最高司令官より出された第三次逮捕命令により、逮捕され、昭和23年12月まで拘留された。ありがとうございます。